事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである。フリードリヒ・ニーチェ。かつて私たちのご先祖様たちが夜空を見上げていたとき、ねえねえ、この星とあの星を結んだらライオンのように見えない？そう盛り上がって名付けられたのが獅子座です。だったらあれとあれを結んだら絶対サソリでしょうと盛り上がったのがサソリ座。じゃああれは髪の毛だよね。え？髪の毛？と若干盛り下がったのが髪の毛座です。星はただそこにあるだけです。でもそこにワクワクするような想像を働かせて、星と星を自由自在に結び、夜空に絵を見出し、夜空にドラマを見出していったのが星座の歴史です。人生も一緒。現実がただそこにあるだけです。面白くもなんともない現実をどう面白おかしく捉えられるかはあなたの視点にかかっています。問題が問題なのではなく、それをどう捉えるかが本当の問題です。捉え方はいくらでも自由に変えられるんです。いつもの日常、つまらない毎日をドラマチックに変えてしまう視点をお教えしましょう。こんにちは、ハッピケンことハッピー研究所のショーです。今回の本はちょっとタイトルが長いのですが、あなたの人生がつまらないと思うなら、それはあなた自身がつまらなくしてるんだぜ。1秒でこの世界が変わる70の答えという本を紹介したいと思います。このタイトルがそのまま内容を説明してくれているのですが、自分の考え方や視点を変えるだけで世の中のことすべてが素敵なものに変わるということなんです。そんなことはわかってるつもりと思っていても、そういう視点で考えるコツがわからないとなかなか変わらないのも事実です。この本では何気ない日常の中に、普通であればネガティブになってしまう事柄であっても素敵な人生のスパイスに変えてしまう、いろいろなものの見方が紹介されています。この本の著者は以前紹介させていただいた明日死ぬかもよの著者でもある翡翠小太郎さん。今を輝かしく生きることを面白く腹落ちするアドバイスをさせたら右に出る人はいません。タイトルがとっても長いのも、おそらく著者の少しでも楽しく読んでほしいというサービス精神の表れだと思います。本動画では人生を面白くするものの見方のいくつかをご紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。自分の周りでは何にも面白いことが起きない。どうすれば人生は面白くなるんだろう。面白くない現実があるのではなく、面白くない視点があるだけ。著者の友人がお笑いの吉本の養成所に通っていた時のお話。特別講師で千原ジュニアさんが来てくれた際、こんなやりとりがあったそう。ジュニアさんはネタ作りをどんな時にしているのですか？今といえば今、さっきといえばさっき、これからといえばこれから。つまり俺は24時間お笑いのことを考えてます。そういうことです。さらに、なんでジュニアさんの周りではそんなに面白いことばかり起きるんですか？という質問に対しては、ジュニアさんは次のように答えました。お笑い芸人の周りだけで面白いことが起きてるはずなんかない。でもわしらは人に面白い話をするって決めて生きてる。だから面白いものが引っかかるんや。面白いことが起きる人は日常の中で面白いことに視点を当てています。面白いことが起きない人は面白くないところに視点を当てている。違いはそれだけなんです。また、著者の奥様が妊娠された時、こう言っていたそうです。街の中って案外、妊婦さん歩いてるんだね。妊婦さんは元から歩いてるんです。でもそこに意識が行っていないから、自分が妊娠するまでは文字通り見えなかっただけ。意識が変わった途端、見える現実が変わります。だから、あなたの意識が変わったら、1秒で世界が変わります。外側にあるものが現実として見えるのではなく、自分の心の中にあるものが見える。それがこの世界のからくりです。結婚生活ほにゃらら年、夫婦喧嘩が絶えない、もう疲れた、こんな時は？ズバリ、諦めてください。著者の友人である彼は、奥様と、もう10年以上も毎月大喧嘩をし続けていました。でも、ある時を境に、急に喧嘩をしなくなり、
家にいても居心地が良くなったのだとか。彼は不思議に思って奥様に聞いてみたんです。最近すごく家の居心地がいいんだけど何かあったの？すると奥様は言いました。あなたには期待しないことにしたの。どこかに行こうと約束しても彼は二日酔いで行けなくなることはしょっちゅう。その度に喧嘩になっていた。でもある時奥様は彼に期待しないことにした。今は出かけようと言ってるけれど、その日になってみないとわからない。そう考えるようにした。すると奥様はイライラしなくなったそうです。自分でできることは相手に期待しない。すると、そんな奥様を見て、彼も心を入れ替えていったそう。二人の仲が良くなったんです。諦めるのそもそもの意味は、物の道理をしっかり捉え、原因、結果を明らかにすること。つまり、諦めるとは、明らかに眺めることを言うのです。何度言ってもできないことは、この人はこういう人だ、と明らかに見てあげればいい。その上で、相手の短所ではなく、長所と付き合っていく。相手を変えようとしていた時は、喧嘩ばかり続いていたけれど、相手を変えようとするのではなく、相手をそのまま受け入れたら、二人の関係が変わったのです。関係性というのは、私とあなたで作るもの。だから、まず自分が変われば、関係性は一瞬で変わるんです。私は正しい。あの人が間違ってる。そう確信があるとき。100% 相手もそう思っています。お金があったら幸せ。これって真実だと思いますか？世の中にはお金があっても不幸だという人はたくさんいますし、過去には1億円が捨てられていた事件だってあったように、お金を捨てたい人だってこの世には存在するんです。では、健康で長生きできたら幸せ。これは真実だと思いますか？いや、違います。世の中には早く死にたいって思っている人だっています。このように 100% 誰にでも当てはまる真実はこの世にはないんです。でも実は、誰にでも当てはまる真実が一つだけあるのです。それは、自分は正しいと思っていること。私は正しい。あの人が間違っている。そう確信がある。これは、皆が 100% そう思っています。自殺をする人だって、この状況ではこういう選択をするしかない。自分は正しい。と思っています。皆が自分は正しいと思っているからこそ、人類の歴史から一度だって戦争がなくなったことがないんです。相手が間違っていると思うとき、相手もあなたをそう思っていることにまず気づきましょう。それが偉大な第一歩です。その上で次のステップは相手の立場に立ってみること。それは次の話でお話ししましょう。職場に嫌な上司がいて毎日仕事に行くのが憂鬱、イライラ。一体どうしたら？相手も正しい。一度そう考えてみよう。二人の小さな子供たちが電車の中で大声を出しながら騒ぎ、走り回っていました。その騒ぎに他の乗客たちは顔をしかめています。でもそのお父さんは子供たちを注意することなく窓の外を眺めている。ベストセラー7つの習慣の著者であるコビー博士が電車でそんな光景を目にしました。彼はそのお父さんに近づき、子供たちが騒いでいるので注意してほしいと伝えました。するとお父さんは、はっとして顔を上げ、あ、すいません、そうですね、注意しないといけないですね、と大変申し訳なさそうに謝ったそうです。そしてお父さんはこう続けました。すいません、ちゃんとしないといけないのですが、実は今日、妻が亡くなったばかりで、これから子供たちに、お母さんがいなくなったことをどのように伝えればいいか、ちょっと思案していたものでしたから。この言葉を聞いた瞬間、彼にパラダイムシフトが起きました。人生に対して目が開かれる思いがしたそうです。どんな相手にも、そうならざるを得なかった状況がある。嫌いな上司にだって、そうならざるを得なかった過去があるかもしれないのです。一度、完全に相手の立場に立とうと思って話を聞いてみてください。相手の弁護士になったつもりで。すると、世界は全く新しく見えてきます。相手の立場から世界を見ようと心がけること、それが優しさです。世界は白いキャンバス。著者が地元での講演を終え、スタッフと共に空港へ向かう帰り道。山を車で降りていると、運転手さんが急に車を止めました。
何かいる。なんと蛇でした。しばらく皆で蛇を眺めていたところ、蛇はまたすっと動き出して山の中に消えていきました。帰りの空港のカフェで皆この蛇の話で盛り上がっていた中で、スタッフの一人が、蛇は神の使いだって言うから今回の旅は祝福されていましたねと言いました。すると先頭の車を運転していた男性が神妙な顔つきで話し始めました。実は僕の車は気づかなくて蛇をちょっとかすっちゃったんです。その後生きていたと聞いてほっとしたんですけど、神様の使いを車で引いちゃったなんて罰が当たるんじゃないかと気が重くて、ちゃんと蛇は元気だったのを確認したと伝えても彼の表情の曇りが取れません。元気のない彼を見て、著者は彼の力になれるような話をしたいと思いました。その瞬間に目に入ったのは、15分前に買った天然水のペットボトルに印字された湧き水という文字。著者はこの湧き水というサインを、彼の可能性が湧き上がる時と解釈し、彼と会話を続けました。これからどんなことをやっていきたいんですか？これからは仕事で学んだことを情報発信していきたいと思っています。それはいつやるんですか？そうですね。これから準備をして5年先くらいに。発信するのは5年先じゃないですよね。だってもうあなたは準備ができている。あなたの力も可能性も湧き上がってきている。だから今日からでも明日からでも始めるといいと思います。蛇を踏んでしまったこと気にしてるでしょう。でもよく考えてみて。今回神様の使いである蛇に直接かすったのは僕らの中であなただけですよね。だからきっとあなたが一番早くいい変化が起きると思うよ。あ、蛇のことそんな風に解釈するんですね。なんだか嬉しくて泣きそうです。彼の表情がパッと明るくなったそう。さらにこの日、実は飛行機が20分遅れていたのですが、著者はそれもこう解釈して彼に伝えました。今のこの会話だって飛行機が20分遅れたからこそできたわけですよね。天がこのことをあなたに伝えるようにという意味で、きっと飛行機が遅れたんですよ。そうか、飛行機が遅れたこともそんな風に解釈するといいんですね。世界は白いキャンバスなんです。だからこそみんなが喜びを感じられるように、楽しくなるように世界を自由に解釈すればいいんです。起こったことからは変えることができないけど、それを自分がどう受け取るかはいくらでも変えられる。そう考えると、この世界は自分自身で作り上げているというのも納得ができます。あ、そんな風に考えればいいんだというものの見方がまだまだたくさん紹介されていますので、気になった方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。